はい、こんにちは、です。今回なんですけれども、まあ、タイトルにもある通りキャリアモードの方を始めていきたいと思います。で、初めてご覧になられる方もいると思うので、まずは軽く自己紹介からしていきたいと思います。 FIFA のプロ e スポーツプレイヤーとして、主に、フットモードで普段は世界大会に出場したりしています。キャリボ勢の方は初めましての方が多いんじゃないかなと思いますが、まあお手柔らかにお願いしますということで。で、なぜ今日フットじゃなくて、なんでお前がキャリもやってんだよと、まあ普段見ている UT 勢の方からしたら思われることが多いかと思うんですが、まあ最近ね、コロナウイルスで、まあ、すごいじゃないですか。まあ今緊急事態宣言とかも徐々に解除されてあると思うんですが、その影響で私の大好きなね、欧州サッカー、まあ、特にプレミアリーグなんですけれども、もう延期になって、自分も、まあ、リアルサッカーも延期になって、それに付随してですね、出場を決めていたFIFA の世界大会すらも、一時停止、まあ、延期、まあ、一時停止なんかなになっちゃって、もともと私ただのサッカーファンだったので、まあ今もそうなんですけど、まあサッカーがね、非常に恋しいと、まあサッカーのない日常はな、辛いという現状で、まあそういう方もね、たくさん世の中にはいらっしゃることなんじゃないかなと思います。まあこの動画を見てる皆さんもね。で、そこで今日は、FIFA 20のキャリアモードを使用して、まあ少しでも、まあ今画面の前で見られてる皆さんのサッカー不足を解消できればなと思い、キャリアモード始めてみました。で、ただ、FIFA のプロ選手がキャリもやっても、まあ、つまんないと思うので、今回ですね、より、リアルサッカーに近づけるために、何点か縛りをつけてプレイしていきたいなと思います。まず、一番大きい縛りですが、フルマニュアルで、全試合プレイしていきます。まあ、ちょっとね、聞き慣れない言葉だと思うんですけど、まあ、ちょっと聞いたことあるなぐらいの方もいらっしゃると思うんですけど、このコントローラー設定、コントローラー設定ですね、まずフルマニュアルっていうのは、こういう風に、ここの部分の、まあ、普段皆さんアシストやセミでプレイされている方が大半だと思います。ここを全部手動ですね、まあ、マニュアルにして、全部フルマニュアルでやっていきます。で、やったことある方は、わかると思うんですけど、マジで難しいです。もうめちゃくちゃ難しいです、フルマニュアルって。で、まあ、アグ自身は、FIFA も、まあ、結構長年プレイしていて、FIFA16 ぐらいまでかな。ウィークエンドリーグが出る前までですね。は、キャリアモードもめちゃくちゃプレイしていたんですけど、その頃はもちろん、フルマニュアルで、難易度アルティメット、かな、確か。レジェンドの次がアルティメットですよね、確か。で、やっていたので、まあ、多少慣れてはいるんですよね。で、今でもマニュアルやってるフレンドと一緒にたまに、まあ、シーズンモードとかで遊んだりしてるんですけど。で、この設定の、じゃあ、なんでわざわざその難しいやつでやるのっていうと、フルマニュアルって、めちゃくちゃ、なんていうんですか、自分の中では魅力的で、まず、まあ、1ゴール1ゴールの喜びや達成感が、半端ないんですよ。それこそめちゃくちゃ難しいんで、なんて言えばいいんですかね。まあ、マニュアルってイメージしてもらえば分かりやすいんですけど、普段だったらアシストとかセミの設定だったら、ある程度、例えばシュート打つときも、例えば右から左に攻めてるときに、で、自分の選手が手前側にいたとしたら、シュートファーに打ちたいってときは、もう真上ぐらいに倒すと思うんですよ。でも、真上に倒したら、本当に真上に飛んでっちゃうんですよね、フルマニュアルだと。だから左スティックの倒した方向にパス、シュート、まあ、全部、飛んでいくっていう認識ですね。で、はい、まあ、ちょっと話取れちゃったんですけど、アシスト設定みたいにポンポンパスも、つなげないので、まあ、ダイレクトでワン、ツーとか簡単にできないんですよね。まずそのダイレクトで預ける、ワン、ツーを出す、ツーの選手にまず、しっかり当てないと。2が出せないわけであって、2もそのダイレクトにだったら、フルマニュアルだと結構ダイレクトでパスしたりシュートしたりすると孵化しちゃうので、
まあそういった面でも難しくて、まあよりリアルなサッカーに近づけると個人的には思っております。それでは二つ目。二つ目の縛りは、リアル、まあ現実にですね、基づいた補強をするです。まあこれはね、他のキャリアモード実況されてる方も結構この縛り入れてる方多いと思うんですけど、やっぱりね、キャリアモードの醍醐味といえば、選手を補強して自分のクラブを、チームを強くしていく。まあ、それが醍醐味だと思うんですけど、まあ、その補強もね、やっぱり、例えば、まあ、自分が好きなマンチェスターシティっていうチームがあって、まあ、そのマンチェスターシティって、ものすごく補強資金、まあ、いわゆる金マンクラブと言われてるクラブですね。まあ、多額な補強資金があるんですけど、例えばそのマンチェスターシティに、いくらゲーム内だからといって、メッシやクリスティアーノ・ロナウド、まあ、その他の超有名プレイヤーを簡単に移籍させちゃうと、まあ、これ自分だけかもしれないんですけど、まあ、萎えちゃうんですよね。なので補強自体もやっぱり、まあ、リアルに沿った補強をやっていこうかなと思ってます。まあ、ここに関してはね、いやそれリアルじゃねえだろうとか、いやその移籍絶対ありえないだろうと突っ込まれることもあるかもしれませんが、まあ、その際はちょっとどうか戦いまで、まあ、とりあえずそんな感じでやっていこうかなと思います。で、まあ、その補強に関しても、まあね、今後やっていく上で、コメントとかいただければ、この選手このチームに合ってると思うので、その今使ってるチームにですね、合ってると思うので、ぜひ獲得してくださいや、コメントとかいただけると、まあ、そういうコメントは、しっかり、ありがたく受け止めて、どんどん反映させていければいいなと思ってるので、ぜひコメントのほどよろしくお願いいたします。はい、それが2つ目ですね。で、3つ目に関してなんですけど、まあ、これ、まあ、縛りではないんですけど、まあこちら、はい、なんだこのスタート画面と思われた方いると思うんですけど、今回のこのキャリアモードは PC 版でプレイしていきたいと思います。で、その PC 版でプレイするにあたって、なんで PC 版でやるかっていうと、このモッドと言われるものがありまして、まあモッドについてはまあいろいろ賛否両論あるとは思うんですけど、まあこのモッド自体は例えばゲームを優位に進めるためのチート行為とか、そういうモッドではないので安心してください。で、まあこのリアリズムモッドっていうものを入れてやっていこうかなと。で、じゃあこのモッド導入したら何ができるのっていうと、まあ、大体こんな感じですね。まあ、こんな感じで、より FIFA20 を現実に沿ってプレイしていくという、まあ、リアルに近づけるために導入したモッドなので、まあ、固有フェイスがたくさん増えていたり、それこそリバプールに移籍した南野選手や、ドルトムントに移籍したハーランド選手、あとはまあ、こういった形で、クリスティアーノ・ロナウドの髪型や、ネイマールの髪型など、もうリアルに着実にすぐ変更されて、FIFA20 内のゲームよりさらにリアルになっているので、その辺もキャリアモードしていく上では大事だなと個人的には考えているので、このモッドを導入して PC 版でプレイしていこうかなと思います。まあいろいろね、今簡単に説明文こう出してたと思うんですけど、まあこれ以上にもいっぱい追加要素などあるので、
まあ気になる方はぜひリンクは貼っておくので見てみてください。でこのモッドの導入に関しては C 書さんという方にいろいろご相談いただきながらやらせていただいたので、まあ C 書さんの YouTube でね調べれば出てくると思うんで、まあ、ぜひ見てみてください。でまあ PC 版でやるにあたって普段自分 PS4 でプレイしているので、コントローラーが Xbox のコントローラーでプレイすることになるんですよね。Windows を使ってプレイするので、なのでまだちょっと正直 PC 版で全然試合もできてないんで、 PS4 の感覚でフルマニアでやっちゃうとちょっと違う、まあコントローラーのねスティックの位置とかが PS4 とは十字キーと逆になってるので、まあちょっと不安なところはありますけど、まあその辺も慣れつつ温かい目で見ていただけたらなと思うので、まあその辺は皆さんよろしくお願いしますというわけで、前置き長くなりましたが早速始めていきましょう。では行こう。いや前置き長すぎでしょってことで、まあまあ言いたいこといっぱいあったんでちょっとまだ全然言えてないんですけど、まあとりあえず始めていきましょう。で現在のチーム編成じゃないとこのモッド自体が適用されなくなっちゃうので、まあ1920シーズン開始当初のデータに、まあ今更でちょっと、まあそこは萎えちゃうんですけど、まあそこはモッドのために1920シーズンの当初のデータで、とりあえずは始めていきたいと思います。で、先ほど言ったようにキャリアモード、16以降久々に触ったんですけど、今こんなになってるんですね。監督も女性とか選べるんですね。で、顔の種類も、これ、プロクラブとこれは同じなのかな。あ、モッドで何が増えたかって、おお、これは絶対にモッドで増えたでしょ、この服装は。顔の、なんか、数とかは増えたかわかんないですけど。いや、これ絶対増えてるとこでしょうね、モッドで。そう、久々なんでね、キャリモ自体が。そのモッドで何が、増えて何が減ったっていうのはあんまりちょっと理解はできてないんですけど、そこはちょっと申し訳ございません。いや派手やなこれこれ絶対増えてるやつですよねモッドで。なるほど、まあ、こんな感じで多分ボルタかな、これはボルタで使える服とかが監督キャリアでも使えるようになってるって感じですかね。いやこんな監督嫌だよ俺、半袖の超熱血じゃん。あ、こんな感じ。これいいね。なんか。やべ、名前が出てこない。アトレチコの監督。やべ、ど忘れした。なんで今出てこないんだ。まあ、いや。に近い、なんかこんな感じのグレーの服装。あ、これいいな。クラブロゴ。デザインされてるやつ。これいいっすね。これもともと用意されてるやつなのかな。冬服は多分追加されてるって書いてあったから、冬服は多分違いますよね。なるほど、なるほど。まあ、とりあえず、服装とか、顔とか、髪型とかは、カットします。はい。とりあえず、こんな感じで、クン・アグ監督ということで、国籍は、日本人にしときましょうか。日本どこだ？ありましたね。で、女性にするとこんな感じなんだ。おう。あ、かわいい。まあまあ女性じゃなくて男性にして、で、顔がこんな感じで、まあ今ちょっと画像出してると思うんですけど、まあより今の自分に近づけるために髪色も金髪にして、横顔こうすると見やすいかな。まあ、こんな感じで、あんまりちょっとね、イケメンになりすぎちゃったんですけど、まぁ、ちょっととりあえず自分に似せて、まぁ、適当に作りました。とりあえず服装もこんな感じで決めて、やっていきましょう。はい、で、使うチームなんですけど、これめちゃくちゃ悩んでたんですけど、まぁ、ね、シティ、使いたいですよ。ただ、いきなりシティでやっちゃうとイージーモードなので、今回はこちらアストンビラでやっていきたいと思います。なんでアストンビラかというと、まあ将来的に優勝とかしても、まあもともとが高校なので、
まあ全然優勝もミラクルレスターの時みたいに全然ありえるのかなっていうと、まあ現実ではね、今高学研沈んじゃってますけど。で、まあね、自分の好きな選手、グリーリッシュとか、マッキンとかいるんで、アストンビラで始めていきます。で、試合時間がね、マニュアルだとやっぱり点が入りにくいんで、とりあえず15分で、もしこれでも足りないなと思ったら20分にしますし、もうちょい下げてもいいなら10分でもうやるかもしれません。で、この難易度なんですけど、まあ、アルティメットで行きたいところなんですが、とりあえずはレジェンドで様子見て、まあ、スライダーなどもいじらずに、とりあえずレジェンドで様子見て、ちょっとぬるいなと思ったら、アルティメットに戻します。で、移籍史上有効、代表監督候補はとりあえず有効で、スタジアムはビラパークと。で、あと通貨か。通貨もユーロに変えて、ヨーロッパの大会、これは有効で。とりあえずこんな感じの設定でやっていきましょう。新しいボスは経験不足。アストンビラは本日新監督に、アグを迎えるという驚きのピューブ、なるほど。まあ、いきなりね、こんな無名の監督が就任したらびっくりしますよね、メディアも。とりあえず、セーブデータ作って、アストンビラと。これでやっていきましょう。おお、懐かしいな、この画面。これ16の時にもあったかな、確か。フレンドリーマッチですね。招待を。これは補強資金も欲しいんで、とりあえずは受けましょう。あ、で、そう。このカップ名もなんかリアルと同じものにモッド上で変わってるらしいですね。もともとがわかんないんで、ちょっとあれですけど。でも、アウディカップとかエミレーツカップとか、多分リアルでも存在するカップ戦なのかな。カップ戦というか、シーズン、プレシーズンマッチの。まあ、で、とりあえず、資金が多い、このアウディカップ、ドイツで開催されるんですね。これに参加していきましょう。うわー、すごいな。今、こんな画面、もともとのベースは変わってないですけど、うわ、めっちゃシュールやな、このチャンピオンズリーグの演出。あ、すごい、すごい。おお、なんか、インタビュー受けてる感じですね、就任した後に。あんま似てないな、やっぱり。ちょっとイケメンすぎるな、この髪型。で、このインタビューの画像って。こんな感じに今なってるんですね、キャリアモード。進化してますね、キャリアモードも。日程発表。初戦はスパーズと開幕戦は。で、これがチャンピオンズリーグの演出。なるほど、なるほど。で、チーム編成。移籍。で、まあ、この辺のメニューは大体一緒の感じですかね。とりあえずメール覗いていきましょうか。あなたもスタッフも、そして、対戦しますと。移籍予算にボーナスが与えます。この仕様は同じですね。で、ご存知の通り、グッズの売り上げグループで、ちょいと。なるほど。まあ、ここはやっていきながら、なんか、様子見つつ、頑張っていきましょう。で、移籍市場が開かれました。選手の価値は調子で、より購入が出てきたので、コメントをでここで、最終的な判断は、よろしくお願いいたします。最高責任者と。なるほど。アグさん、お迎えできてこれで、サワリアンサッカークラブ成功してできるように、ストーリーだって、まあ、この辺のなんか、最初にもらうメールっていうのは、昔とあんまり違いはないですね。なるほど、なるほど。今シーズンのご活躍を祈って、ありがとうございます。マジで、古豪再建のために、このクラブに尽力していくので、フロントさんもよろしく頼みますよと。で、コリンズ氏が、アシスタントコーチと。違う、アシスタントコーチがコリンズさんのスカウトレポートを持ってきましたってことかな。なるほど、なるほど。あ、間違えた、間違えた。で、まあ、スカウトとかの仕様もそんなに変わってない感じですかね。グローバルトランスファーネットワークでしたっけね、この GTN。あ、スカウトの自己紹介のメールと。なるほど。この辺で。まあ、今後ね、このスカウトとかと一緒に、いい補強ができるように頑張っていきましょう。
とりあえずメールは見終わったんで、まずモッドで何が増えてるかの確認だけしときましょうか。このように過去のリーグの順位が見れるようになってます。まだね、始めたばかりなんて見れないんですけど、こういう過去の順位が見れたり、他のリーグの過去の順位も確か見ることができます。で、日本語の和訳が、正しい和訳ができてないんですけど、そのモッドを先ほど紹介した C 書さんが今更新中とのことなので、この辺のなんか古いテーブルとか、この全ての備品と結果をとか書いてあるんですけど、この辺も日本語和訳のしっかりしたものが、モッドが出来上がると思うので、それの更新待ちって感じですね。で、この最強の項目が増えてて、例えばグリーリッシュを、強制移籍っていう風にキャリアモード内でできたりもするので、まあ、これは極力使わないようにしていきたいと思います。極力というか多分使わないですね。あと選手の見た目とか容姿とか能力値もなんかいじれる項目、能力とかも全部いじれるようになってるんで、まあ基本は使わないですけど、まあそんなところですっていう感じかな。とりあえずメニュー画面では、まあ詳しくは先ほど申したようにシジュさんがモッドを紹介されてますので、そちらをご覧ください。でところで、とりあえず現状の戦力の確認していきましょうか。でもう一度言いますけど、1920シーズン開始当初のデータなので、冬の移籍などは、全く反映されてません。もう FIFA20 が発売されて夏の移籍期間が終わったタイミングでのデータの状態となりますので、まあ、そこはご了承ください。なのでフォーメーションとかも、今ビラ確か4141か、ナカンバ、アンカーのグリーリッシュとかマッキン、もしくはドグラス・ルイスとか、そう、ドリンクウォーターもね、冬に移籍してきたんで、いないんですよね。4141のフォーメーションを使ってたと思うんですけど、それもまだ4231のままですね。トレゼゲは移籍してきてる、ウェズレイもいる、ナカンバもいる、ドグラス・ルイスもいると。グリーリッシュも能力値が80ぐらい、現状ではね、活躍してたんで、上がってたと思うんですけど、まだ77ですね。シーズン開始、まあ、昇格組で2部でやってたのもあって、ちょっと低めに設定されてますね。とりあえず、まずこのグリーリッシュを軸として、チーム作りをやっていきたいと思います。で、そう、冬に移籍してきたサマッタとか、控えのフォワードもいないんで、彼も年齢高いですし、ちょっと彼、わからないんですけど、フォワードの層が薄いですね。デイビス君、控えフォワードとしてはちょっとまだ心ないし、とりあえず自分が思うようにフォーメーションと配置でとりあえず設定していきます。じゃあそこまでカット。はい、こんな感じになりました。まあ、基本的なフォーメーションは4123の、まあ、433ですね。でやっていって、このグリーリッシュを軸とした攻撃を展開していければなって感じですね。でこの2列目の2人がガンガン攻撃参加して、特にマッキンの方にガンガン攻撃参加してもらって、ピッチを縦横無尽に駆け回ってもらう汗かき役をやってもらおうかなと。でナカンバーも自分の中ではもうカンテとして、守備職人としてガンガン刈り取ってもらう形で、で戦術なんですけど、まずグリーリッシュは自由に動くだけ、あと PA 内でクロスに合わせるに戦してます。で、いろんなところに顔出してもらって、ゲームメイクしてもらったり、まあ、チャンスがあれば、フィニッシュもガンガンしてくれることを願って、とりあえず自由に動くにしてます。で、ウェズレイはやっぱりガタイがいい、フィジカルを生かしたプレイが得意なので、ターゲットマンとしてポストプレイやってもらいつつ、前線に張ってもらいます。で、トレゼゲは、トレゼゲのやっぱ魅力といったら、まあ、FIFA 的に言うなら逆足5スキル用なんですけど、まあ、リアルのトレゼゲの魅力ってなんだろうって自分の中で思った時には、やっぱり、縦の上下運動ずっとやってくれる頑張り屋さんっていうイメージが強いんで、なので、まあ、彼はサイドの職人として、
サイドに払わせて裏に抜けてガンガンクロスとか上げてもらったり、 PA 内でクロスに合わせてもらったりっていう感じですね。でマッキンは、前へ行く、 PA 内でクロスに合わせる、自由に動く、まあ、アタッキングサード自由に走り回ってもらいつつ守備でも貢献してもらいながらっていう狙いです。ドグラス・ルイスに関しては、まあ、攻撃が特別うまいかって言ったら、まあ、そうでもないし、まあ、現状能力もそんなに高くはないので、マッキンほどはガン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 アップダウン激しく動かずに、でスタミナもねまだ能力上だときついところがあるなと思ったんで、バランスを見ながらバランサーとしての役割を期待しています。で中んばはさっき言ったようにカンテになってもらいます。まんまくこ行けじゃ上がらない中央カバーですね。でサイドバックの2人はオーバーラップにしてますだけですね。他はいじってません。でね、イメージ的には自分の中の思い描いてる戦術はトレゼゲがサイドをアップダウン繰り返し、マッキンがその間を走り込む、なので ST とそのサイドの間ですね、まあ俗に言うハーフスペースですね。ハーフスペースなんだっていうと、そのピッチを5分割した時の端から2番目のところなんですけど、ここの画面で言うならウェズレイとグリリッシュ、トレゼゲのこの間のスペースですね。ここをマッキンがガンガン狙ってくれるように設定はしているので、ここのマッキンの空いたスペースのところにあえて右サイドバックはインバーテッドをしてマッキンの穴埋め、もしくはそのマッキンがそこを狙えないなってマーク使われてるときは彼がインバーテッドをしてそのハーフスペースをうまく使ってくれるように設定しようかなとも考えたんですけど、まあ FIFA でインバーテッド自分あんまり使ったことないんで、どういう動きしてくれるかもわかんないしっていうところで、とりあえず一旦オーバーラップで様子見て、トレゼゲとギルベールが被るなと思ったらインバーテッドに設定してやっていこうかなと。でグリーリッシュを中に行ったり外に張ったり、まあ自由に動くにしてるのでどう動いてくれるかわかんないんですけど、まあとりあえずターゲットはオーバーラップのままいきます。で役割はこんな感じでもう全部グリーリッシュにしてます。まあね、 PK の値とかウィズレイの方が高いんですけどね、キャプテンとしてもう全てを任せようかなと。グリーリッシュフリーキックの値もそんなに高くはないんですけどね、まあグリーリッシュに任せようかなと思います。で戦術ですね。戦術が守備のスタイルはボール出しチャンスのみプレス、幅5、深さ6で、まあ、イメージとしては基本的には前からプレスをかけて前からボールダッシュしていきたいなっていうイメージなんですけど、何せこのアストンビラ昇格組でチーム力としてもプレミアリーグの中だとかなり下の方なので、あまりガンガン行きすぎてライン高くしてとかすると能力的にもきついと思いますし、この辺の設定はね都度変えていくとは思うんですけど、とりあえず幅も5、深さ6で様子見ながらやっていきたいなと思います。でロストコソックプレスとかも考えたんですけど、スタミナが高い選手がね、中んばが一番上だったかな、80、それでも80代中盤だったんで、そうするとスタミナ切れもこれあのジョージプレスとかロストコプレスとかにすると結構早めに切れちゃうし、選手層も全然厚くないので、まあダッシュチャンスのみプレスにとりあえずしてやっていきたいなと思います。でオフェンスなんですけど、こんな感じになってます。前から取ってね、素早い攻撃で仕留めようかなと思って、ロングボールの戦術、結構これ縦に速い攻撃できるのよ FIFA 上だと、なんでロングボールの戦術にしようかなとは思ったんですけど、まだこれもそのロングボール戦術だと選手ガンガン上がっちゃうし、その指示とか無視して結構ロングボール戦術とか高速ビルドアップとか上がっちゃうんですよね。なんでまずはバランスでこの選手がどういった動きするのかっていうのもしっかり見つつ、その選手がどういった動きをするかを把握した上でロングボールにやったりとか、ポゼッション高速ビルドアップ、ポゼッションにすることは多分ない、いやわかんないな。でも基本的に強豪相手と対戦するときは、まあいわゆるビッグシックスとかに当たったときはロングボールや高速ビルドアップ使っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、基本的に同じぐらいのチーム力だったりビッグシックス以外のチームにはバランスで戦っていこうかなと。で試合中に様子見て書いていきます。で幅が7、進入が7ということで、まあ、幅はねやっぱサイドバックをうまく使っていきたいなっていう思惑もありますし、まあこれちょっと後で補強プランも話そうかなと思ってるんですけど、サイドの選手をね獲得しようかなと思ってるんで、サイド攻撃をうまく
サイドを制するものはね、サッカーを制すと、まあ、自分の中ではそういう考えなので、なのでサイドに幅を取らせて、サイドを制した上で最終的に中でフィニッシュできるようにしたいので幅を7、でペナルティーエリアの進入も、まあ、クロスもね、まあそのマニュアルっていうこともあってほとんどが、クロスとかのセットプレーの得点になっちゃうかなとは思ってるんですけど、なのでクロスはガンガン上げていく予定もあるんで、とりあえず進入7でガン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 ペナルティーエリア内に入っていくようにしています。でセットプレーでの得点が増えると思うので、コーナーキック、フリーキック両方高めの4で設定しています。はい、でとりあえずフォーメーションと配置戦術お話したんですけど、見てもらったら分かるように選手層も薄いですし、不満なポジション、まあなんか層が特に薄いポジションといえば中盤ですね。まず中盤を1枚獲得したいなと考えてます。で現実だとドリンクウォーターが移籍してきたんですけど、まあこのマッキン、ドグラス・ルイスのバックアッパーもしくは中ンバー、まあこの3枚ですね、3枚のバックアッパーでボランチ、まあアンカーとセントラル両方できる選手が1名、スタメンになりうる選手でもいいので1名ですね。で次に、まあ、グリーリッシュはここ固定として、まあグリーリッシュね、このセントラルもできるとは思うんですけど、まあ、とりあえずは左で使って右のウインガーですね、まあ、ここトレゼゲがいるんですけど、トレゼゲの控えも、ジョタとエルガジ、まあ、ジョタに関してはウイングで使うのは難しいと思うし、まあ、年齢も28と結構高めなので正直オファーが来れば売っちゃってもいいかなと思ってます。でエルガジに関しては能力値はまあまあスキル4、逆足4で、まあスピードがもうちょいウインガーとしては欲しかったなというところなんですけど、グリーリッシュ、トレゼゲーに次ぐ3番手って感じで、さらにウイングが入ってきたら4番手ぐらいになっちゃいますけど、まあ手放すつもりはないです。ペース90台超えるウインガー1名獲得しようかなと思ってます。で、そうですね、あとフォワードですね。フォワードがウェズレイ現状1人しかいないんで、その即戦力ってところで、彼はバックアッパーとしては物足りないかなと。コジアですかね、ちょっと読み方わかんないんですけどすいません。でデイビス君もまだ能力も育ってないですし、まあ、使える時にガンガン使っていきたいんですけど、ウェズレイの代わりとなるバックアップのフォワード1名ですかね。で欲を言えばサイドバック特に LB で両方できる選手ならありがたいってところですかね。 LB ターゲットをね、まあ育ててはいきたいんですけど、ちょっと即戦力が欲しいので能力値も72と、まあ、まだまだ育てていきつつ即戦力の選手でスタメンを張れる選手を1名取りたいなってところですね。CB に関しては、ミングス中心として、ディフェンスリーダーとして、相方がイングルスと、まあ、コンサ君も育てていけたらなって感じですね。なんで CB は、チェスターもいますし、ベテランもいて、若手もいてって感じなんで、とハウス君か。が、まあ、左利きでミングスの代わりもできるし、ってところなんで、CB はとりあえずは、まあ、取れたら取るぐらいの感じでいいかなと思いますっていうところですね、補強プランは。なので皆さん何かいい選手がいたり、この選手ビラインどうですかとかいう選手がいれば、ぜひコメントなどよろしくお願いいたしますてな感じで、とりあえずまあちょっといろいろ説明とか長くなっちゃって申し訳ないんですけど、次の動画からは試合をやっていきたいと思いますので、まあマニュアルがどういったものなのかも次の回で見せれたらいいなと思いますし、これからねどん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 このアストンビラキャリアやっていくと思うので、よければ皆さんぜひご覧ください。今後ともよろしくお願いしますという感じで、今回の動画は終わりにしたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。